皆さんこんにちは。今回は既存の機器に後付けするだけで簡単に IoT 化を行うことができる製品 DX 向け IoT アダプターカクタスフィアを使用したデモをご紹介します。紹介するデモはこちらです。ビル内の各フロアに設置している様々な機器にそれぞれの機器のインターフェースに合わせたカクタスフィアのモデルを接続し各機器の監視・制御を行うことをイメージしています。それではデモのご紹介をさせていただきます。まずはデモのシステム構成をご説明します。3階建てビル各フロアに様々な機器があるものと想定します。3階は近接検知による照明・空調制御をイメージしています。こちらで使用しているモデルは近日発売予定のカクタスフィア接点入出力モデルです。接点入力に近接センサーを、接点出力には照明に見立てた LED と空調に見立てたファンを接続しています。センサーが近接検知するとカクタスフィアが接点入力を検知、LED とファンが接続されたそれぞれのポートに対して接点出力を一定時間行います。これにより LED とファンが動作します。また接点入力で検知した情報と接点出力の動作情報を IoT セントラルに送信しています。2階はフロアの環境地モニタリングをイメージしています。こちらで使用しているモデルはカクタスフィア RS485 モデルです。温湿度センサーを接続し、モドバス RTU 通信で温度と湿度のデータを定期的に読み出し、IoT セントラルへ送信しています。1階はビル全体の電力量モニタリングをイメージしています。こちらで使用しているモデルもカクタスフィア RS485 モデルです。電力量モニターを接続し、モドバス RTU 通信で電圧と電流のデータを定期的に読み出し、IoT セントラルへ送信しています。各階のカクタスフィアからデータを送信する先の IoT セントラルは共通のものとしています。このように用途に合わせて各機器にカクタスフィアを接続し、複数のカクタスフィアを単一の IoT セントラルで管理することで、ビル全体の状況をダッシュボードで一元管理することができます。それでは各動作を見ていきましょう。このようにビルをイメージしたパネルの各階にカクタスフィアとセンサーを固定しています。ネットワークは有線LANを選択しました。電源はここから取っています。まずは3階です。近接センサーに手を近づけるとカクタスフィアが接点入力を検知し接点出力を行います。これによりファンと LED が動作します。 IoT セントラルのダッシュボードでもオンオフの回数がカウントされかつ状態表示も更新されています。続いて2階です。温湿度センサーから定期的に読み出したデータを IoT セントラルに送信しています。今回は10秒おきにデータを取得し送信するよう設定しているのでダッシュボードを確認するとこのようにデータがグラフ表示されていることがわかります。最後に1回です。このデモ全体の電源はここから取っていてここに電力量モニターを接続しています。定期的に読み出した電圧値・電流値を IoT セントラルに送信しています。こちらの方も10秒おきにデータを取得し送信するよう設定しているのでダッシュボードを確認するとこのようなグラフが表示されています。こちらのデモについては3階のデモが動作した時など電圧値・電流値が動いていることがわかります。続いてデモの構築・設定方法をご説明します。今回の IoT セントラルアプリケーションは接点入出力モデルと RS485 モデルのデバイステンプレートをインポートしています。まず3階で使用している接点入出力モデルは
発売前の製品のため参考情報となります。今回のデモでは近接センサーが接続されたポートのエッジ入力を検知すると、ファンと LED が接続されたポートを一定時間設定出力するように設定しています。ダッシュボードには動作状態を表示させています。続いて2階です。2階で温湿度センサーに接続している RS485 モデルはモドバスデブコンフィグでモドバス RTU の通信設定を行い、モドバステレメトリーコンフィグで接続したスレーブ機器から読み出す情報の設定を行っています。レジスタのアドレスやデータを読み出す間隔などを設定することができます。今回はデータ1で温度を、データ2で湿度を読み出しています。最後に1階です。1階で電力量モニターと接続している RS485 モデルは2階温湿度センサーと同様にモドバス RTU の設定を行っています。データ1で電圧値を、データ2で電流値を読み出しています。あとは IoT セントラルのダッシュボードをカスタマイズすることでビルの監視を行うことができます。最後に応用例をご紹介します。今回のデモでは簡単に可視化を行うため IoT セントラルを使用してデモを作成しました。 IoT セントラルでは可視化だけではなく、規則という機能を使って設定したトリガーでメールなどで通知したり、データを CSV ファイルでダウンロードすることもできます。カクタスフィアは IoT ハブにも接続することが可能です。IoT ハブにデータを送ることで Azure のサービスをフルに活用することができます。例えばこのような組み合わせが考えられます。 IoT ハブ経由でデータベースにデータを保存し、時間ごとのモニタリング値分析を行ったり、複数のカクタスフィアを組み合わせて条件設定をして、営業時間内で室内温度が規定値を超え、かつ人がいるフロアのみ空調を動作させるなどの運用も実現できると思います。このようにカクタスフィアは既存の機器に接続することで簡単に IoT 化をすることができます。ぜひご活用いただければと思います。